それでは君に決めたってやつですね。ものによります。で、その人は全然にみたいなですね。ほら懐かしいねこの人ね。こうやってやるとほら、だね。こういう風にやると懐かしいんですが、これ以来懐かしいのこの人な。これは確かゼニガメとかって感じ。うん、そうだね、ゼニガメですな。この人はゼニガメですね。甲羅に閉じこもり身を守る、相手の隙を見逃さず水を吹き出して反撃をすると、ですね。ですからまあ分かりやすいといえば分かりやすいんですが、それが水ガメです、ね、非常にこう分かりやすいね、人でありますけど、それがこの水ガメと。いう感じでね、なかなかこの迫力というかね、うん、ほんと昔からこれ変わんないよねこの人。この昔から懐かしいんですけども、二十数年前ですかねにはこういう人がいましたよ。でこれがゼニガメのね特徴とするタイプですね。まあ、なかなか良い風な感じで仕上がっていてね、まあ、これはこれでいいんじゃないかなと思いますし、うん、昔からこうやって言いますけど、ほらこうやってこのね、後ろの方だとか、まあ、こういったところが本当昔からあまり変わんなくてね、こういう姿でしたね。もう懐かしいですけど、二十何年前だな。ポケモンとそうすると随分古くからなんだね。もう二十何年前、いまだにそれ信じられないんですけど、アニメが放送が始まったのが98年、いや98年、もっと古いか95年あたりだったかな。そうするともう25年ぐらいは経ってるかもしれないね。最初は確かゲームかなんかだったんじゃないかな、ゲームボーイかなんかで、時期になんかアニメ放送が始まってきたんだよね確かね。だからもう25、6年、もうそんな昔になるのかな、になるんですけども、まあ古参のポケモンですよ。でもほらゼニガメって感じでね、可愛らしい感じで、これがだん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 こう兄ちゃんになって、兄ちゃんからおじさんみたいになっていくんですね。でこうで進化していくという形になっていって、まあ、ゼニガメもねなかなかこう可愛らしくて良いなという感じです。どうもありがとうございました。